はい、でもキョウペイちゃんです。こういうことでやっていきましょうということで、今回ですけどもまた12時にガチャが来ております。こちら先見られるヒガンバのガチャ、1回60金券、10年600金券ですね。こちらが来ております。ラインナップ見てみましょう。まあ、目玉はこれですね。飛行服くれない悲願 0.15%。 これいいよね。なんかね、これが欲しいな。で、衣装、これもね、なんかツイッターで人気てか可愛いと話題になってますね。で、M24 のエフェクトは、ヒット効果、カウンターマズルフラッシュの、おー、しっかり悲願花。で、SACR。SACR も一緒かな？ヒット効果、一緒かな？一緒ですね。はい。で、セダン。セダンがこの位置なんだよね。どうなんだろうね、性能。弱いのかな？この位置だと弱そうだよな。なんかね、上の方に普段あるもんな。で、衣装と物資箱、パラシュート、ストラップ、シャベル。折れそうだな。悲願花シャベル。で、ガトリング。ガトリングとかもうね、1年くらい見てないかもしんない。ということで、こちらのガチャなんですけども、一応ね、オレンジ枠を、この辺のね、金枠と交換ができるんですよ。でセダンがね、なんと28個で交換ができちゃうんで、ちょっと怪しいよな。性能見てみようか。後輪と比較すると、あー、なるほどね。あー、全体的に弱いな。まあ、あれかな？金車っていうよりかは、もうなんか、オレンジ枠に近いような感じなのかな？ちょっと金車よりのオレンジ枠っていうような性能なのかもしんないね。まあ、当たったらね、性能検証してみよっか。まあ、もしくは、あとはオレンジ枠がね、28個、もし万が一溜まることがあれば、ちょっと使ってみようかなと。まあ、今回はちょっと1万円分でね、どのくらい引けるかっていうのをちょっとね、検証していこうかなと思うので、まずは1万円でこの期間限定チャージでね、ゲットしましたと。で、1回600金券だから、まあ、120連はできるのかな？で、おまけもね、これ結構もらえるんですよ。まあ、ということでね、早速引いてみますか。いきます。最初の10連、お願いします。来い！うっす、花びら。薄くね？これどれに止まってるかわかんないんだけど。薄っ薄すぎだろ見えるこれ。なんかだって途中でほぼさ、消えてくじゃん、花びら。わからんわからん。わかんないって。見えない見えない見えない。あ、待って。あ、これ下から飛んできてんじゃん。花びら。花びら下から飛んできてた。俺ずっと上ばっか見てたよ。なんか、藤の花とか上から落ちてきてたからさ、上ばっか見てたら、下から来てたわ。通りで、上のなんかだって、ね、ピンクのやつ、うっせと思って、これわかんないって思ったら、下からしっかりと、真っ赤な花びらが飛んできてた。頼む！お願い！今まではちょっとね、薄いピンクの花びらしか見てなかったから、念を送れなかったけど、もう分かったからね。下から飛んでくるの分かったから、念を送るわ。来い！来い来い来い、飛行服来い！飛行服来い来い！んーや！おーら、吸い込まれてく！しっかりもう何なんだあれ。すごい、すごい吸い込まれていくぞ。来い！おら！何なんだあのゴールドピースみたいな、何だあれ。栄光物資のピースは。すごい引っ張られていく。知らないうちに物資箱が当たってた。もうなんか全部さ、ピースとかに吸い込まれてるからさ、それにばっか目を奪われて、知らないうちに物資箱が当たってた。あ、待って、なんか当たった。SACR、ありがとうございます。ゲッチュ。今で70連か。70連で今金枠2個。まあ、確率通りで行くんであれば、まあ、100連で大体3つぐらいは当たってもいい計算なんで。まあ、すごい強いな、ピースがよ。ピースとか、かけらとかがすごい強い。めっちゃ猛スピードで吸い込んでいくもんね、オレンジのやつとか。あらははは。すごい吸引力。ダイソンみたいな吸引力で。うわ、いけ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 。なんだ、惜しいな。でも、でも、オレンジが2つ。今、なんか割といいペースで溜まってってない？これで100連。で、コインが何枚もらえるのか。
結構もらえると思うんだよな。100連で38枚、すごいね。もういっちゃえ、うーいけ、すっげえな。なんでなんであんなに吸う。おー、で全部ゴールデンピースに吸い込まれてくんだけど強すぎだろあれ。なんていう強さで引っ張っていくの。すっごい、あ、でも武士はこう、しかも衣装チケ1枚って証拠すぎるでしょう。頼む、行け、飛行服に行け、お願い。うわい、ダメだ、もうすごい。ラストかな、1万円分ラスト、これで検証が終わる。ほら、頼む。お、そう、ゆっくりゆっくり、すげえ、すー、何個吸った。5個、吸いすぎだろう、まあ、ということで1万円分引き終わったんですけど、まあオレンジ枠が13個ですね。で、まあ交換するとしたらプッシュ箱ドミなんですけど、持ってるやつは交換できないと。まあ150連できた感じか。なるほどね。ここでやめる？ちょっと単発ちょっと引いてみよっかね。もう2つぐらいなんかね、オレンジ枠出てほしいんだけど、お願い来い。無理か、お願い来い、頼む、お願い、ラスト、ナイッシュ1個。はい、まあということで1万円分ではこんな感じでしたね。ちょっとあと20連だけいいっすか。15個貯まればね、金銃と交換できるんで、もったいないから、残してても。あと1個、あー、来た、オレンジは来た。オッケー。はい。はい、オレンジ枠すごい、3つも来た。これはでかいな。このペースでね、オレンジ枠が来てくれてたら、めっちゃ早い段階でね、いっぱい交換できんのに。すごいね、相変わらずです。相変わらずすごいな。え、待って、これ SACR じゃん。うわ、俺 M24 だと思ってた。うわ、ミスった。何も交換できねえじゃん。何も交換できないね、これ。ちょっと、あと3回、なんか引いてみよう。なんかダメですか？なんかダメ？お願い！おりゃ！どこまで、そっちまで行くか。ラスト。お願い。何か来て。おっと、遅い。はい、よっしゃ。ずるいよ、こういうのは。もうなんか終わろうかなって、終わったっていうタイミングでこういうの出てくる。25%オフ。あとラスト50連。やってみよう。これなんなの、運命だと思うんだよな、これ。もう50連引いたらいいことあるよ、みたいな。そういうことだと思うんだよ。いきます、頼む、いけ、飛行服、いけ、おっと、金銃 !M24 飛眼花、ありがとうございます。あと40連、お願いします。きっと何かいいことがあるはず。何かいいこと始めよう。お願い、いけ、うわ、息できないとこだった。あとラスト20連、お願いします。飛行服に行け、いいんじゃない、いけ、いかない、ゴールデンピース、ラストお願いします。ラストに奇跡を起きてくれ、いけ、あー、でも金銃が当たった。なるほどね。いや、23個か。だったら、あと5個当てて、セダンの検証してみよっかな、性能検証。弱いのはもう分かってるんよな。弱いのは分かってるんだけれども、ここまで来たなら、もうセダン交換しろよって多分ね、みんなも思うと思うんだよな。なんで、ちょっと、セダン、あと残りオレンジ枠が5個当たるまで、ちょっと引いてみるわ。オレンジ枠5個くらいいけんだろう。なあ。はい、これで25、あと3つです。あと3つ揃ったらもうやめるよ。でも、その途中に飛行服が
よっしゃ、あと1個をのいつの間に当たってた。全然気づかないとこで当たってた。あと1個ですね。あと1個来たら、交換して終わりましょう。頼む。でも飛行機も欲しい。行け。お、いやー、なあ、あと1個が当たらないオレンジ枠。頼む、お願い、これで来てくれ。あー、来た来た、オッケーオッケーオッケー。おダメだ。あ、ダメだ。はい、あれ、近所いつの間に。わかりづらいな。はい、ということで28枚溜まったんでね。これ、まあ、絶対弱いんだけど、絶対弱いとは思うんだけど、まあ一応性能検証ね、ちょっとやってみようかなと思います。極楽、彼岸花、やっていきましょう。せっかくなんでね、衣装、新しいやつ着てみました。こんな感じですね。よく見ると、あれなんだね。髪がこう、半分にこう、ツートンになってるんだね。だいぶ薄着だね。これどうなってんだ？衣類。タトゥーなのかな？まあまあまあ、ちょっとわかんないけど。まあまあ、でも割となんかね、いい感じです。ちなみに、分解パーツは、頭と、トップス、ボトムス、靴の、4つに分かれてますね。さあじゃあ、性能検証をやっていきましょう。まあ見た目はね割と好きっすよ、この彼岸花な感じが。じゃあ乗って、まずはクラクション普通、ということで早速スピード調査やっていきましょう。あ、走り出しは意外といいな。意外とスタートラッシュはいいかもしんない。スピードが114かな。スピード通常114キロ、割と速いかもしんない。はい、じゃあ加速見ていきましょう。加速が125かな。なるほど、通常が114、加速が125。なんか意外と速いねこれね。はい、じゃあハンドリング見ていきましょう。ハンドリングはなんかねちょっとさっきやった感じ重い感じなんだよな。まあだいたい100キロキープでこんな感じかな。ちょっとね、なんていうかな、ちょっと重い感じはある。じゃあ山道ね、吸い付き調査やっていきましょう。まあある程度ねハンドリングとか悪くても吸い付きとか山道強ければ全然使えるんだけど。そう、あー、すごい減速やばいね。70キロくらいまで減速するぞ。これはちょっと弱いな。なんならなんかハンターライトとかの方が強くないかこれ。ねえ、なんならハンターライトの方が強い説まである。あー、ご、うわうわうわ、きつ、弱い。なんかねちょっとスピードとかは全然悪くはないんだけど、まあハンドリングもまあ許容範囲といえば範囲ではあるんだけど、山道がちょっと厳しいっすね。まあなので、まあ多分いないとは思うんだけど、金車狙って引くんであれば、あの車両限定ガチャのあのね2万円、約2万円ぐらいで永遠とかね期間とか取れるんで、まあ、そっちやった方が、いいかなと思いました。まあただね、その他の衣装とか飛行服とかに関してはなんかデザイン良さげなんで、よかったら皆さん参考にしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。こだわりコンビニ選手権ということで、皆さんは何々を買うならどこっていうこだわりってありますか？僕はね、お弁当とかおにぎりはセブンイレブン、唐揚げはローソン、チキンはファミリーマートというこだわりがね、一応あります。